交通の趣味部屋へようこそ。今回ね、ちょっと緊急です。はい。一応ね、フィギュア、ちょっとね、今ね、いろいろ悟空のね、スーパーサイヤ人4をどうにかしようとしてね、いろいろ試してる最中なんですけど、まあ、ちょっとね、びっくりしちゃったんですよね。ちょっと塗装してて、ちょっと失敗しちゃったんでね。うん。ちょっとまあ、超強力なね、除光液を使ったんですよね。そしたらね、目がね、目の塗装まで剥がれちゃったっていうね。でもこれは、これで逆に、いや、良かったと思うわ。これ、一応、目をね、自分で描けるなんですね。ちょっと目をね、自分で描いて離そうかなっていうのでね。もともとの成型色が肌色なんですよね。だから、除光液使ったらね、ものの見事に肌色になっちゃったっていうね。で、こっちもね、ちょっとね、汚くなっちゃったんでね、もうこっちもやり直しちゃおうかなと思って、ちょっといろいろシャドウ吹いてたらね、すっげえ汚くなっちゃって、やべえ、拭かなきゃと思って拭いちゃったらね、ベロンってなっちゃった。いや、これ、まあ、ちょうどいいね、リペイントにね。ということでね、ちょっと緊急事態っていうことでね、突如、動画としてあげることと相成りました。はい。一応ね、胸のとこの墨入れ、まあ、墨入れをしたわけじゃないんだけど、墨入れ風になっちゃったんだけど、まあこれはこのままでもいいかなとは思うんですけど、まあ、ちょっと顔はね、ちょっと自分でちょっとね、頑張って描いてみようかなって、ここまでやっちゃったらね、ちょっと一か八かでやってみます。まあね、これの経過報告は、治り次第アップさせていただきますんでね。まあ、ご興味がありましたらぜひ、見てください。では、今日はこの辺で。ご視聴どうもありがとうございました。